行くぜ、モンキーキッドクイズ。問題。キッドが分身の術を使うために必要なものは、1、ラーメン、2、髪の毛、3、自分の影。5、4、3、2、1。そこまで。正解は2、髪の毛。分身するたびに髪の毛なくなるの超ゲロゲロウケる。もういっそのこと頭をツルツルにしちゃおうか。嘘、やめて。そんなの絶対やだ。まだそんな年じゃないってば。じゃツルなんかしないで真面目に手前を頑張るしかないわね。よし、ヘイドが出るまで好奇使ってやるかいの。ストレスでまた毛が抜けるって勘弁してくれ。行くぜ、モンキーキッドクイズ。問題。キッドが超苦手なものは、1、雲、2、ラーメン、3、ゲーム。5、4、3、2、1。はい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 、そこまで。正解は1、雲。キッドはなんで雲が苦手なの？苦手っていうか、足がいっぱいありすぎて意味わかんない。とか言って、本当はただ怖いだけなんじゃないの？行く。こりゃ図星やな。でもでも、みんなで倒したんだからもうへっちゃらだ。いつでもかかってこい。あ、足元に雲。うわー、やっぱ怖い。あっちにも。行くぜ、モンキーキッドクイズ。問題。如意棒のパワーでできることは何でしょう。1、ラーメンがタダになる。2、テストで100点が取れる。3、メカを作り出せる。5、4、3、2、1。そこまで。正解は3、メカを作り出せる。うちにはタダで出せるラーメンなんてねえ。私んちのお宝の中にもないわ。何でも作り出せるこんな便利な棒。じゃあ今度は私の新しい船を作ってもらおうかしら。めちゃくちゃ豪華でプリチーなやつ。いや、だったらわしの店を客がワンサが来ても大丈夫なようにでかくしてくれ。ずるい。じゃあ私は最新式のバイク、めちゃくちゃハイパーなやつ。それじゃあ僕は、いい加減にしろ。行くぜ、モンキーキッドクイズ。あ、問題。プリンセス奥義が持つセンス、その不思議なパワーは、1、ラーメンを美味しくする、2、ダンスが上手に見える、3、強烈な風を巻き起こす。5、4、3、2、1。そこまで。正解は3、強烈な風を巻き起こす。この風でどんな敵でもどんなものでも吹き飛ばせるザマスは。それだけじゃないぞ。ママのセンスは盾にしたり武器として攻撃したり、どんな相手にだって負けないんだぞ。そうよ、すべてはダーリンのためザマス。あーん、愛おしいザマスダーリン。あのラーメン野郎が修行したって僕ちゃんたちには絶対勝てないのさ。ザマミロクソ野郎。行くぜ、モンキーキッドクイズ。問題。サンディの昔の職業は次のうちどれ。1、最強の戦士、2、ラーメン屋さん、3、ヨガの先生。5、4、3、2、1。そこまで。正解は1、最強の戦士。サンディが切れたら手のつけられないほどの暴れん坊で最強の戦士だったなんて全然信じられないよ。うん、それは昔の話よ。今はもう変わったんだから。最強の戦士がまさかこんな風になるとはな。さすがのわしもびっくり、あ、いやいや、びっくりか。今も最強なのは変わらないから超頼りになるよね。俺も負けないように修行してもっと強くなるぞ。頑張って、私も応援してるわよ。